こんにちは、グッピーこずえです。今日はですね、イエーイ、久しぶりのキッチン一人飲みでーす。はい、もう今日はね、お家に一人ということで、カンソロキャンプのようです。でね、カメロンズのミニスモーカーといってもあんまりミニじゃないんよね。もっとミニかと思ってたんですけど、これでちょっと燻製作りつつガブガブ飲みつつっていうのをやりたいなと思いまして、100均の調味料を紹介したんですけど、これでちょっと楽しんでいこうかなと思います。燻製するやつはまず100均でこの白と黒のトリュフ香るミックスナッツ、これはまあまず絶対するやんか。これね、うまい味ロール、これをしつつ、レモスコとかいうね、レモンとタバスコが混じったやつ、これをちょっと使いたいから。んじゃあさ、これあるやん、ようあるやつ。これめちゃくちゃ安売りしてて 40% オフで53円やったからさ、これを燻製してみようと思って、あのイブリグラシっていう漫画をさ、バー読んどったらさ、チルドの餃子を燻製する回があって、めっちゃ美味しそうでさ、燻製した後でちょっと焼こう思ってんねんけど、ちょっと待って、めっちゃ楽しそうやねんけど、あ、もうめっちゃええ匂いする。ただその前にちょっと乾杯しましょう。じゃんじゃじゃんじゃんじゃん、冷凍庫に入れとったよ、グラス。コストコティラミス入っとったやつを再利用してます。どんだけ SDGs やねん言うてますけども。ほんでもう全て結構安い食材で今日は一人飲みするんですけど、なのでちょっと銀河高原ビールだけちょっと調子乗ってまいりました。なんでこんなテンション高いん、ちょっとしんどいですよね。デンデグ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 、あばべっかりになった。乾杯。幸せの瞬間。生まれてきてよかった。ほんでさ、なんかさ、このさ、セミ餃子っていうやつをさ、ほんまはなんか燻製って乾かすんよね。そう、ほんでさ、このキャメロンズスモーカーで家で燻製めっちゃやったんねんとか思っとってんけど、やっぱりこの熱くなりすぎたら消えるコンロやったらさ、結構すぐパッて消えちゃうねん。だからやっぱちょっとカセットコンロでやらなあかんのかなとか思いつつ、はーい、ちょっと燻製していきます。めっちゃ楽しいねんけど、めっちゃいい感じ、ほんま、めっちゃ楽しい。どれぐらいやんねやろ。めっちゃ適当やねんけど、ほんま私の日々のさ、何気ない生活の中に楽しさを見出してくれたって感じ。これをこうセットすんねんけど、こう一つ難点があってさ、やっぱザラメ混ぜてんねんけど、今ザラメ混ぜたらここの後ろとめっちゃくっつくんよね。だから今日はちょっとアルミをくるくるって巻いたもの、ぐしゃぐしゃってやったものの上に乗せて段差をつけたらどうかなとか思いながらも、それだったらちょっとしまらへんな。これアルミホイルにしてみた。煙がちょっと出てきたらこう蓋を閉めるって感じ。たまに触って熱くなってないかとかちょっとチェックしながら、気をつけながらやろうかなと思います。めっちゃ楽しみやねんけど、何回かやってんねんけど、やっぱな、火加減めっちゃ難しいんよな。なんかチーズとかやと溶けることめっちゃ多いし。じゃじゃじゃーん、ちょっと燻製出来上がるまでタコのお刺身でいきたいと思います。なんかさ、ごま油と塩で食べたら美味しいってちょっと視聴者さんが教えてくれたんで、この本格的なちょっと100均の塩でとりあえず食べてみようと思って。何これ、おしゃれ。なんか変な音鳴ってるよ。すごいヒマラヤ岩塩とかすごい辛いんかな。お前適当に喋んなよ。すいません。飲んでいいんかな、塩。うん、十分。うん、あれ美味しい。あー美味しい。ていうかめっちゃいぶってる匂いしてきた。ガーリックオイル、もう100均で売ってんねんけど、これもやってみよう。ていうかさ、めっちゃ楽しいしさ、塩はやっぱいるよね、オイルでも。もう何にもできてない、なんか夏始まってんのに、ほんまに夏っぽいこと何もできてなくて、これだけでもへこむ。なんかなぜならば夏結構好き女やから。うん、これほんまに美味しい。私だけちゃん、これ食べ方知ってんの。え、めっちゃ美味しい。これもう自分のレシピ本があったら絶対載せる。ないけど、なんかさ、タコのさ、刻んだトマトとか乗せたらめっちゃ美味しいと思う。私ほんまにめっちゃ幸せ、めっちゃ美味しい。でもごま油と調味料天国やで今日。ごま油とこの唐辛子、これもめっちゃ美味しそうやってんな。なんかめっちゃいいよな。楽しいよ、美味しい美味しい、絶対美味しいやつ、これ絶対うまいやつ。あ、めっちゃ油出た。うん、なんか酸っぱい。これは違う、辛っ、めっちゃ辛い。HP が
一つ減ったって感じ。めっちゃ1個タコ無駄にしたぐらいなんか違うかった。これ絶対うまいやつ、これ絶対うまいやつ、これ絶対うまい。めっちゃ違うかった。めっちゃ辛っ。やばめっちゃ辛い。なんかずっと1匹な、皮がうろうろしててな、もう2カ所ぐらい噛まれててな、もうめっちゃ鬱陶しいねんけどな。今日は許す。ビールとかお酒とか飲んだらまためっちゃ噛まれるやろ。タコごちそうさまでした。うま塩ピーマンとかいうこれ系さ、私あんまり使ったことなかったんけど、この前使って副菜を作ったらめっちゃ良くて、これ絶対キャンプで食べたらうまいやつ。これをピーマンに和えるだけ。まあ今日は電子レンジでチンしたけど、なんか炒めたりしてもキャンプとかやったら電子レンジないから、それでも美味しいし。どれぐらいいぶしたら美味しいんかな。見えへんしな。はい、2品目です。混ぜただけです。食べよう食べよう、ね、これめっちゃビールに合うから。ほんでうまっ。ちょっと血圧上がりそう系やけど、でもちょっと塩辛い方が夏はええしさ。飲んでる手弱で、ほんま友達少なすぎ。またちょっとなんか人数増えてきてね、またなんか飲みにとかあんま行かれへんやみたいな。まあ私全然いいねんけど、こんなんしてるから。とだけ置いてちょっと一回行くで、行くで行くで行くで。あ、ちょっと煙出てんな。でももうちょっと置いとった方がいいかな。もう一回行っちゃえ。え、焦げすぎちゃう。真っ黒クロノスケおんねんけど。アジ焦げた。あ、あ、餃子ええ感じやん。餃子信じてた。アジ何これ、怖いねんけど。アジ怖、アジ怖いねんけど、アジ怖いねんけど。ほんまになんかギャルみたいな喋り方してもった。ちょ待って、ほんまアジ怖いねんけど。ちょ待ってアジ、え、裏は普通や。何これ、めっちゃ焦げてんけど。砂糖結構入ってるからかな。おい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 、ぶっ放しすぎて夜のお酒まずくなるからな。飲む飲むんかい。全然倒さないかも。イエーイ。これさ、冷凍のさカットレモンやねんけどさ、これ賞味期限スーパーに売っとってさ。イエーイ。さあさあさあ、コズチャンネル恒例のイエーイ、バターナイフで混ぜまーす。なんかさ、ジンビームのさボトル買ったらさ DOD のグラスついてきたん。めっちゃ可愛いねんけど、これ見て、ほらめっちゃ可愛くない。ほんでうまい。うわ濃いかも。うん、私大丈夫かな。アジちょっと食べてみよう。焦げてないかな。めっちゃ焦げてる。うん、焦げてる。うん、なんか燻製の良さゼロかも。なんか燻製のなんか普通に美味しいねんけど、燻香しねへんかも。餃子さ、まあ別にもうそのままいけそうやねんけどさ、ちょっと焼いた方が美味しいよね。餃子版もめっちゃええ感じやねん、ほんまに。何色っていうんかな、もう仕分けみたいな色してんねん。食べる気うせるわ、食べる気うせる。100均のね、300円の鉄板ね、キャンドゥのやつ。ちょっとごま油姉さん引きつつ、ちょっと焼いてみちゃおうかな。見てください、タフマルすごい軽く、なんか知らんけどすぐ焦げる感じになったから、ちょっとまずはそのまま食べてみます。なんかお好み焼きみたいな匂いする。あ、なんこれめっちゃうまい。え、54円やろ。で、その半分のこれがもう10円ぐらいで手に入ると思う。え、美味しい。めっちゃうまい。もしかしたらもうちょっとやってたら酸っぱくなってたかも。息子と一緒に食べます。メグさんがくれたんで、なんか魚の目皿です。なんかこの皮の部分がパリッパリになってめっちゃ美味しいね。あっ、でも息子の相性もめっちゃ美味しい。この辛いやつ今つけてみよう。めっちゃ美味しい。なんかニンニクとかさめっちゃ食べてもらう。まあもともと好きやねんけど、なんか最近ね、旦那さんの仕事とかたまに手伝ってるんですよ。設備屋さんなんですけど、マジで体力仕事みたいな感じで、ほんまに便器とか取り替えみたいな、便器重くそ運ぶみたいな。もうその後とかめっちゃニンニク食べたな、もうほんま。餃子にこれめっちゃ美味しい。餃子にはこれめっちゃ美味しい。タコには美味しくなかったけど最高。私もマジでこんなんでええんかな。まあええよな、便器運んでるし。このロゴスの椅子最高やねんけど、ほんま、なんか物思いにふけるときに最高。楽しい。ちょっとさっぱり系のおつまみを5000バーって入れて、きゅうり割っていくみたいな。ほんでじゃじゃーん、100均の練り梅。なんかこれさ、ほんまにさ、めっちゃ昔にさいとこの姉ちゃんが連れて行ってくれたさお店で
10年ぶりぐらいに会ったんかな。3月にキャンプする約束しました。これ、これ、なんていうやつ。これとにかく美味しいきゅうりと梅の海苔のやつです。まあ、海苔は味付け海苔の方が美味しいと思う、私は。うん、梅干し乗せすぎて酸っぱい。ちょっと混ぜた方がいいかな。なんかこれを作ったらそのお姉ちゃんとかのこと思い出すっていうのがええわ。お袋の味とかもそういうことやもんね。酸っぱ。今乗せた半分の量でいいわこれ。イエーイ、最後この豚串を焼きます。いろんな味食べようかなみたいな。めっちゃバーベキューの匂いする。ワイン、どんな高級なバーで飲むワインより多分美味しい。何言ってんねん。あ、ほらこれさっきの金のトリュフ香るミックスナッツ、これ絶対うまくなってる。これいいとこしかないわ。何これ、ホテルで出せる。絶対にうちが高級ホテルやったら絶対これ出すわ、約束する。おいしい。見て、すごくない？なんかこの鉄板300円でこの豚串日本で300円で600円でこんな楽しく過ごせるって、ほんま最高。はい、おしゃれで、ワインを飲みきれる自信あります。いろんな味で食べます。まずは刻むネギ塩っていう、もうこのネギ塩だれとか私結構作っててんけど、それがこの色でできたらすごいよ。いただきます。うん、おいしい。あ、でも結構なんていうの、塩分そんなに高くない、控えめっていうか結構つけないとあかんかも。おいしい、これ。おいしいおいしいおいしい。なんかないかな。あ、そうや、わさび塩。わさび塩とかさ100均で売ってんねんで。いただきます。めっちゃおいしい。これはちょっとなめてたわ。あのわさびと塩を普通につけて食べる時はあったんですけど、ちょっと衝撃的でした。ちゃんとした割合で入ってるから、ちゃんとお口の中でわさび塩って感じになる。これはいい、これはいいわ。ちょいトラウマのちょっと唐辛子をつけてみる。辛いけどあっさりなよな、この唐辛子。なんかこうコチュジャンとかみたいなねとっとした感じじゃなくて、なんかそういうのは入ってないから、ただ単にめっちゃ辛くて、なんかラーメンとかに入れたらめっちゃ美味しい。なんかあっさりしてるからなんか結構美味しい、私この豚バラと唐辛子は。ってな感じでめちゃめちゃ楽しかった。ちょっと貝より絶対皮に噛まれた。はい、ってな感じで100均調味料でいろいろなんか一人飲みしてみたんですけど、全然喋れてない。なんか元気なくなることとかめっちゃあるけど、最近めっちゃ辛いもんとかめっちゃなんかニンニクとかを食べたらちょっとなんか気分晴れるみたいな、わっしゃやるかみたいな、わっしゃやるかみたいな感じになるから、めっちゃ元気ない子とかがおったら勧めてあげたらめっちゃええと思う。どうした、めっちゃ泣いてるやん。なんか彼氏に振られて仕事でも失敗して、いやそんな落ち込むことないから、とりあえずニンニクカラカラパーティーしようや。なんなんそれ。私彼氏に振られて落ち込んでんねんけど、いやニンニク食べて辛いもん食ったら酸っぱ辛いもんとかもあるし、それ食べたらもうほんまに五感を刺激して、あ、なんか私どうでもええわってなるから、とりあえずどうでもよくなるの。とりあえずニンニクカラカラパーティーしようや。ガーリックオイルでチューブの唐辛子とかつけたら何でもめちゃめちゃ辛になります。ちょっと待って、豚バラに唐辛子とかつけたらめっちゃ美味しいし、ガーリックオイル100均でも売ってんの。これタコにつけたらめっちゃ美味しい。ガーリックオイルうま、ガーリックオイルうま、ガーリックオイルうま。え、あんたガーリックオイルめっちゃ食べてるやん、大丈夫？ガーリックオイルうま。だって明日休みやから誰も何も言わんし、家も帰ってみてるし、ガーリックオイルうま、ガーリックオイルうま。幸せならいいか。ガーリックオイルうま。なんか彼氏のこととか忘れたわ。ガーリックオイルうま、ガーリックオイルうま。え、ちょっと待って、ピリリピリリ。え、あんたなんか携帯鳴ってんで。え、嘘、携帯鳴ってる？え、あ、もしもし？え、今すぐ私ともう一回付き合いたいって。え、今日の夜空いてるって。あ、空いてるのは空いてるけど。いや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 、あんたガーリックオイルうまってやってたから今日と明日はやめといた方がええんちゃーってなるわ。まあなんかね、自分が楽しい気分とかやったらなんか楽しくないこととかも全部がいい方向に回っていくから、
なんかさ、日めくりカレンダーみたいなトイレに置いとってさ、日めくりカレンダーベラベラめくっていっとったらさ、ええこと書いてるわ、下になんか深い川は静かに流れるみたいなでもめっちゃ落ち込んだことあっても静かには流れていってるからみたいな話だと思うんだけど、なんかそういう感じな感じで久しぶりの妄想女子ご飯になったんですけど、たまに定期的に妄想女子ご飯という動画を更新しております。金をかけなくても外食しなくても楽しい料理や美味しい料理を作ったり、普通よりちょっとでも楽しい料理動画を更新できるように頑張っておりますので、よかったらチャンネル登録と、この動画ちょっとでもいいなと思ったらグッドボタンを押して応援してください。 Twitter と Instagram もやってるので、そちらのフォローもお願いします。はい、ってな感じで皆さんいろいろお体大事にね、熱中症とかそんなんもいろいろもろもろあるので大事にして夏を楽しんでください。ではではでは。